皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。お休みのところこんにちは。ご通行の皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。参政党、参政党衆議院候補大森典明と申します。皆さんこんにちは。こんにちは。お休みのところすいません。こんにちは。参政党公認大森典明と申します。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。お休みのところマイクを使って皆さんにちょっと迷惑かもしれませんが、衆院選挙期間だけ何卒よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。参政党衆議院議員候補大森典明です。皆さんこんにちは。参政党公認ありがとう。参政党公認衆議院議員候補大森典明です。皆さんに約1時間弱になりますが、皆さんこちらで、街頭演説をさせていただきますので何卒ご了承ください。また商店街のお店の皆さん大変ご迷惑をおかけしますが、何卒皆さんよろしくお願いいたします。参政党衆議院候補大森典明です。皆さんこんにちは。皆さんのお住まいのそばに選挙ポスターがいよいよ貼られました。皆さんご覧になっていただけますか。インターネットからもいろいろ見れますけども、今回杉並区では4人の候補者が今立っております。4人中3人は大変お美しい方々が満面の笑顔でポスター掲載されておりました。その中で1人男性で、しかもこんにちは候補の大森です、1人大森典明だけが全く笑顔なく口を結んだ形で写真を掲載していたのが、私参政党衆議院議員の大森典明候補でございます。なぜ笑顔でないのかと言いますと、参政党選挙ポスター日本をなめるなと思い切ったスローガンを掲げております。それは見方を変えますと、国民をなめるなという意味でもあります。今皆さんの生活、この30年間大変厳しい状況の中で、皆さん一生懸命一生懸命お仕事され、生活され、人生歩んでいらっしゃると思います。その中で一向に未来が見えない、そんな状況下の中で、じわじわと今海外から外国資本家がどんどん日本の特に大手企業の中に入ってきております。そしてたくさんの買収であったり、また特に北海道ニセコあたりですと、日本のかけがえのない大自然がどんどん外国の方に買われている状況もあったりとか、今世界から見ると日本はかなり厳しい状況にあり、逆に買い時とも言われています。日本はさまざまなものが今実は買われている状況なんです。そういったことも踏まえて、我々日本人このままでいいのかと、そして外国に対しても日本こんな今の状況ではないんだと、本来日本には力があるんだと、そういう思いも込めて、日本なめるな、そしてまた国民の皆さんにとってもこれからというところで、私もですね、笑顔ではないぐっと口を結んだ形で選挙ポスター撮影させていただいております。改めまして参政党です。皆さん参政党ご存知でしょうか。今回の衆院選で他の3人の候補者は自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会と、大変皆さんにとって馴染みのある大きな政党から候補者が立候補しています。そんな中で聞いたこともない、知らない参政党から、また知らない大森典明という人が立候補していると、この人は一体何だろう、この政党は何だろうと思う方、実はたくさんいらっしゃるのかもしれません。参政党といいますと全く知らない人、逆によく知ってる人もいます。今そのような極端な状況かもしれません。ぜひ今回衆院選を機に参政党をぜひ知っていただきたいです。そして今回まもなく日曜日には皆さんの一票を投じていただくことになります。ぜひ比例には参政党、比例には参政党、そして小選挙区において杉並区におきましては参政党大森典明を何卒よろしくお願いいたします。改めて私大森典明と杉並とのご縁ですが、まずそもそも商店街がたくさんあります。商店街を見ると大変馴染みなのは、私自身父母がスーパーマーケットを経営しておりました。小さい頃から友達と遊ぶよりも家の手伝いをしろということから、人参を袋詰めしたり、いろんな野菜を袋詰めしたり、スーパーマーケットですから魚屋であったり肉屋で手伝ったり、そして夏休みになれば市場に行って
希望の荷物を積んだりと、もう本当に当時は嫌となるほどスーパーマーケットでの手伝いをしていました。しかし今振り返ると大変ありがたい経験をさせていただきました。私参政党衆議院候補大森則明はもう根っからの商人の父母に育てられたものです。そして現在私参政党衆議院候補大森則明は経営コンサルタントもやっております。中小企業零細企業を対象とするコンサルタントを今日々やりながら、この政治活動をし、今回衆議院杉並区から立候補いたしました大森則明です。そして何といっても杉並とのご縁はちょっと歴史的な背景になりますけど、幕末に幕末志士で坂本龍馬という人がいます。皆さん学校の教科書にもちょろっと坂本龍馬っていう名前が出てきたと思います。十数年前は NHK 大河ドラマで龍馬伝があり、福山雅治さんが坂本龍馬役をやったことでも有名です。その坂本龍馬が稽古に励んだ剣術、北辰一刀流というものがあります。幕末の江戸三大道場の一つに数えられた北辰一刀流、その北辰一刀流を150年以上継承して生きているのがこの杉並区善福寺にある北辰一刀流本部道場なんです。その北辰一刀流本部道場に10年前に私は門下生となって10年間稽古に励んできました。現在北辰一刀流私は5段になっております。つい先日10月1日も伊草八幡宮において北辰一刀流の演舞をさせていただきました。今日はこのようなスーツを着てネクタイをしておりますが、本来であれば紋付き袴を着て、そして日本刀を刺して居合刀を握っているのが私参政党大森則明でございます。大変この杉並と言いますと私にとっては坂本龍馬であり志であり、この日本を今一度立て直そうと強い思いを持つ中で杉並から立ち上がっております。改めまして参政党衆議院候補大森則明です。皆さんに今日短い時間ですので、こと細かい話をするつもりもございません。そして皆さん何といっても今日今お買い物であったりいろんな目的のもとご通行されている方ですから、参政党衆議院候補大森則明のこの演説、皆さんに聞いていただくことはほぼ不可能かと思います。その中でも1秒でも3秒でも5秒でも30秒でも聞いていただけたらと思います。そしてチラシをお配りしておりますので、よかったらチラシも取っていただけたらありがたいと思います。参政党公認衆議院候補大森則明です。まず最初に皆さんにお話したいことは、皆さんの地域に貼っています選挙ポスターに掲げていることです。まず参政党公認大森則明がやりたいことは何かと言いますと、まずはやはり経済政策です。皆さんの日々の生活、皆さんの今後の人生を歩んでいく上で皆さんが一番時間を費やしているのは仕事だと思うんです。皆さんが人生の中で多く時間を投資しているのは仕事とよく言われております。皆さんは毎日今日お休みの方多いかもしれませんが、月曜日から毎日朝から晩までお仕事されていらっしゃいます。今この選挙期間で私も駅で朝は6時から8時、夜は10時から12時までご挨拶で立っている場が多いんです。たくさんの方々が朝早く出勤し、たくさんの方々が夜遅くまでお仕事してきている、そういう中で皆さん人生歩まれていらっしゃると思います。そして皆さんは誰か何かのために、ありがとうございます大森則明です。皆さんは日々誰か何かのためにお役に立ちたいと思いながらお仕事され、その見返りとしてお給料賃金をいただいていると思います。その中で皆さんの今現在の生活、今後の人生どうでしょうか。皆さん自身いろんなことを思いながらも多分我慢していると思うんです。耐え忍んでると思うんです。いつか良くなるんじゃないかと希望を持ちながら皆さん頑張られてるんじゃないでしょうか。まず最初に改めて整理したいことは、この日本です。どんな国でしょうか。30年前の日本はどうでしたでしょうか。皆さんは30年前何歳でしたでしょうか。
私参政党衆議院候補大森典明は現在53ですから23歳でした。結婚し子供が生まれた時でした。今90歳の方であれば60歳、80歳の方であれば50歳、70歳の方であれば40歳と、皆さんにとっての30歳、30年前、皆さん何歳でしたでしょうか。この30年前といえば、この日本という国は経済大国日本、先進国日本、メイドインジャパン、製造業大活躍しました。世界の憧れでした。そして何といってもこの日本、79年前に大東亜戦争でアメリカに負けて、ありがとう、大東亜戦争でアメリカに負けて焼け野原になった中で、家族を失い、お家を養い、食べるものもないところから、必死に私たちのご先祖は頑張り、そして経済大国、先進国入りしてきました。しかしそんな30年前から今30年経ったこの日本、この杉並区、どうでしょうか。皆さんは決して怠けることはありません。日々毎日お仕事し、今頑張っていらっしゃると思うんです。しかしこの30年以降に皆さんの賃金、収入は全く上がらない。頑張っても収入は上がらない。その中で2つ上がったものがあるんです。その一つが税金です。皆さんの税金の負担率は 45%、 収入の半分近くは税金になってしまったんです。30年前は 25、6% だったんですよ。30年前は7割も手元に残せたんです。いろんなことに使いました。今皆さんは半分近く税金を取られてしまった中で、そしてもう一つ上がったのが物価です。なぜ物価上がりました。この日本、この30年で大きく変わってきたのが、食料を海外に依存する国になっちゃったんですよ。皆さんお金を出していろんな食べ物を買っているので、あまり感じないかもしれませんけど、今約7割近くが海外から輸入してるんです。特に野菜なんか9割近く輸入してますから、日本に住みながら国産物、地物なかなか買えません。逆に高いです。そんな状況になっているのが日本ですから、海外に食料を依存している、そして経済が衰退しているからこそ、円高から円安になって結果物価も高騰しているんです。改めて整理すると、この30年間皆さんは一向に収入も全く上がらない中で、税金が異常に上がり、物価が異常に上がってきている中で皆さん生活されているんです。改めて皆さんの今の生活、人生歩んでいる中で、何が今おかしくなってきているんでしょうか。もちろん皆さん国民一人一人の努力といったらそれまでかもしれません。ただ間違いなく言えることは、この30年によって政治に相当な責任があると思います。政治上の舵取りに大きな過ちがあったからこそ、国民の皆さんはこれだけ厳しい状況に今なってるんじゃないでしょうか。皆さんどう思われますか。しかし今日本人、皆さんそんな中でもどういう意識でいらっしゃいますか。江戸時代でよく言われるんですよ、五公五民って言いまして、お米、いや年貢半分納めて半分を手元に置く、五公五民って言います。五公五民になった瞬間、一向一揆が起こったんです。現代に言ったら、分かりやすく言ったら、税金で半分持ってかれるようになったら、政府に対してふざけるなって言っていたのが一向一揆。今この日本、ほぼ五公五民になりました。それなのに国民の皆さん、声に上げないんです。おかしいよねって、ふざけるなとは言いません。大半の日本の方々は常に耐え忍んでます、我慢してます、あるいはしょうがないよねと言ってる方もいらっしゃるんです。でも参政党衆議院候補大森典明、今回立候補いたしました。この衆院選で皆さんに訴えたいことは、ぜひ言葉にしてほしい、声を上げてほしい。皆さんの意識を大きく変えて、このままじゃいかんよと、このままでいいのかと、このまま5年10年20年って歩んでいいのかと、
そして今日目の前にたくさんのお子さんたちが今歩いてます。子供たちは何十年先も人生があるんですよ。子供たちの今後の人生まで考えたならば、このままではまずいんです。このままではまずいんですよ。何が必要かといったら、政治を変えないといけません。なぜか、皆さんにとって政治ってどんな存在ですか？皆さんにとって政治はどんな存在ですか？政治なんか当てにしなくたって生活できるよと思っている方もいますけど、政治は皆さんのすぐ隣を一緒に歩いている存在です。政治は皆さんと人生をお共する存在なんです。そして政治上仕組みが変わったら、新しい仕組みができたら、皆さんはおのずとそれに従わなければいけないという、そういう関係でもあるんです。分かりやすく例えれば、消費税を 20% にしますと国会で議決した瞬間、皆さんは消費税 20% 払わなければいけないということになるんですよ。だから皆さん分かっていただきたいのは、政治無関心で入れないんです。政治に対してまっすぐ向き合わなければいけません。そして皆さんが政治にしっかり向き合っていただけないと、ます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 国民を無視した、国民の苦しみや悲しみや怒りや、そして国民の願い希望をしっかり心に刻むことができる政治家がいなくなっちゃうんですよ。国民を無視した好き勝手な政治をする政治家がどんどん増えてしまうんです。私、参政党衆議院候補大森典明は、この選挙によって候補者になりました。それまではいわゆる国民側です。有権者です。私も日々経営コンサルティングもやってますから、いろんな中小企業、零細企業にも行きながら、たくさんの方々、社員さんとも会いました、パートさんとも会いました、いろんな方々と会ってきた側の人間です。そして私もお恥ずかしいながら、家業で父母がスーパーマーケットをやっておりましたが、最終的に倒産もした経験があります。両親も離婚しました。借金も背負いました。いろんな経験もしました。そして23歳の時には血液性のがん、悪性リンパ腫というがんになって、抗がん剤治療もしてるんですよ。もう正直お恥ずかしいんですけど、自殺まで考えた時がありました。私は私なりに苦しい経験はしてきたつもりでもあります。だからこそ皆さんの今の苦しみすごく感じるんです。そしてだからこそ、この皆さんの今後の生活、人生をどうしたらより良くできるのか、大きく見たらこの日本をどうすれば良くなるのか、この杉並をどうすれば良くできるのか、私なりにしっかり考えた中で、そして決意新たに今回参政党から衆議院議員候補として立ち上がりました。そしてこの杉並では参政党から大森典明が今立候補しております。参政党は全国で今90名ぐらいの立候補者が今立ち上がってるんです。皆さんに知っていただきたいことは、参政党っていうのはまだ皆さんに知られてないかもしれない、国政政党として10番目に認定された、まだ出来たてほやほやなんです。ただ一つだけ私たち参政党の決意とやる気を感じていただきたいのは、全国で90名近く立候補者出てます。この立候補者数なんですよ。国政政党になって2年ちょっとしか経ってない中で、全国10の国政政党がある中、5番目の衆議院候補者を出しているのが参政党なんです。令和新選組さんよりも実は多いんです。公明党さんよりも多いんですよ。たった2年ちょっとしか経ってない国政政党、参政党、全国で5番目の立候補者数、何が起こっているでしょうか、何が起こっているでしょうか。私たち参政党は政党名にあります、国民の皆さんに政治に参加してほしい、国民の手で政治を変え、日本を変えていこう、子どもたち、若者たちに安心して託せる日本にしようと強い思いを持って、全国で90名の立候補者が立ち上がってます。その一人が私、参政党公認大森典明なんです。そして改めて選挙公算に掲げている一つ政策を挙げていきます。この商店街と直結する話です。皆さんは今日々生活し、今日お買い物いっぱいされていると思います。お買い物しているということは、お買い物先があります。
お買い物先というのはお店ですね。お店でいろんなものをお買い物し、お店側は皆さんにお買い物していただくことで、それによってお店経営をしています。あるいは皆さんは明日になるとこの地域ではないかもしれませんが、いろんなお店、いろんな会社にお勤めになっていると思います。その中でです、私参政党大森憲明がまずやらなければいけないと思っていることは減税なんです。減税を徹底していきたい。特に消費税を減税、できる限り消費税をゼロにする。そして何といっても皆さんの税負担率を 45% から 35% に減税する。まずこれが参政党大森憲明にとっての一番の政策なんです。なぜ消費税の減税ゼロにする、自己負担額、税負担額を 35% にするのか、そこには非常に深い意味があります。そして皆さんにそこをよく理解していただいた上で、この時点で他の候補者と参政と大森の違いが出ます。皆さんに違いを感じていただければ、誰に1票入れたらいいかはっきりします。私参政と大森憲明は他の候補者を人間的に否定することは批判も何にもないです。皆さん素晴らしい人間性、一生懸命皆さんのことを思い政策を打ち出していると思います。その上での違いを随時この場でお話をしていきます。まず改めて短い時間ですから話を進めていきますと、参政党大森憲明は消費税の減税限りなくゼロにする、皆さんの税負担を 35% になぜするのか、それは皆さんがいつも聞かされている話があるんですよ。皆さんがいつも聞かされている政治家からの話は何でしょうか。一番多いのは賃上げ賃上げって言ってるんです。今衆議院選挙に出てる方々、賃上げ賃上げ賃上げ1500円、賃上げ2000円と盛んに言ってますよ。いきなり担当直入に言います。この杉並区で立候補している他の3人の方、もし賃上げ1500円実行しますよ、例えば賃上げ2000円にしますよと、賃上げしますと言ってるんでしたら1票入れちゃダメです。もう一回言います。賃上げを連呼する候補者がこの杉並区にいたとしたら1票入れてはいけません。なぜなのかの話をしましょう。それは私は先ほど言いました、スーパーマーケットの息子としても育ちましたし、経営コンサルタントとして中小零細企業の経営者の方、社員の方、パートさんとお会いするんです。じゃあ改めて皆さん、中小零細企業ってどういう存在ですか。間違いなく言えることは、日本で会社たくさんありますけど 99% は中小零細企業なんですよ。杉並も確か2万社ぐらいあるんです。そして中小零細企業に約7割の国民が仕事してるんですよ。ということは戦後79年この日本を築き、これからも原動力になるのは中小零細企業なんです。そこに皆さんはお勤めになってる、もしくは経営しているということになります。じゃあ改めましょう。今盛んに候補者たちが賃上げを実現しますと言ってます。私はいっぱい聞いてます、経営者の方に。ある経営者の方に聞きました。衆議院候補が1500円2000円、自民党の石破さんも1500円と言ってます、野田さんは2000円と言ってます、どう思いますかって聞きました。もし皆さんお勤めになっている方、勇気を振り絞ってお勤め先の社長、お勤め先の店主さんに聞いてみてください。全員共通して言う言葉があります。それは何かというと、賃上げ1500円2000円と言ってる政治家、現場を見てないよ、現実を知らないよって、一票欲しくて言ってんだろってみんな言いますから。なぜですか。皆さんのお勤め先のお店であったり会社、間違いなくやってることは一生懸命賃上げの努力はしてます。これ事実なんです。賃上げの努力はしてますよ。ただ政治家が言っている1500円2000円というのはありえないと言ってるんです。確かに世界ではニューヨークでは2000円超えてますよ。3000円近くいってる国もあるんですよ。でも今の日本の状況、この日本を作り上げてきた中小零細企業の現実の世界の経営はそんなレベルまでいってないんですよ。どの経営者も店主さんもみんな口を揃えて
政治家は分かってない、口だけだって言ってますから。じゃあ何が大事ですかと、お勤めになっている皆さんにとっての会社でありお店が今何をしたら、政治的にどんな政策を打ち出したら元気になりますかって問いかけたんです。そしたらどこの会社の社長さん、店主さんもみんな口を揃えて言うのが、一番苦しんでる資金繰りがあるんだと、それは消費税の支払いだって言ってました。そしてそもそも消費税という仕組みができたことによって業績がなかなか上向かないって言ってました。皆さん知ってください、皆さんのお勤め先1年間で消費税って何百万も払ってます、何千万も払ってます、規模によっては何億払ってるんです。そしてもう一つ言いましょう、経営者の方はこんなこと言ってましたよ。もう一つは社会保険料の支払いが大変だと言ってました。皆さんもお給料から欠引されている社会保険料、ただ半分は中小零細企業が払ってるんですよ。まとめて言えば、中小零細企業、皆さんのお勤めになっている会社、一番困ってるのが税金なんですよ。税金で苦しんでる中で今衆議院候補たちは1500円2000円って連呼してるんですよ。ありえないんです、ありえないんです。今何をやるべきかといったら、税金を減税することなんですよ。消費税を限りなくゼロ、社会保険制度もかなり不平等性があります、見直し、減税ができたならば中小零細企業は元気を取り戻します。そして利益を残せます。利益を残せるということは、国民の皆さんが安心して仕事ができる、安心して人生を歩める。ありがとうございます、大森です。写真を撮っていただいてありがとうございます、大森です。そしてその利益の一部が必ず国民の皆さんに還元されますから、もう断言します、大手企業よりも中小零細企業の経営者の方が従業員のためって言ってますからね、従業員のためって言ってますから、必ず皆さんに還元されます。皆さんお分かりください、衆議院議員選挙、私を含めて4人候補者がいます。私参政党大森紀明です。一票投じる上で一つ最大のポイントになってくるのは、賃上げ重視なのか消費税税金の減税化なんですよ。そしてただ皆さんは中小零細企業にお勤めになってるんですよ。お勤め先をよく理解しなくちゃいけないとなると、賃上げはゆくゆくの話で今回の選挙中じゃない。この選挙中で一番の争点になってくるのは減税なんです。じゃあ減税を大胆に打ち出しているのは誰ですか。参政党の大森紀明しかいません。自由民主党での候補者立ってます。いろんな政策を打ち出すでしょう。でも減税については何一言も出ません。もう石破さんははっきり増税と言ってますから。じゃあ立憲民主党さん候補者立ってます。いろんな政策を打ち出します、それはいいです。ただ野田さんは言っています、お金持ちたちはたくさん消費税払うからということで、消費税の思い切った減税はありえない政党なんです。そして日本維新の会候補者立っています。日本維新の会は 2% 消費税を減税するとは言っています。ただ皆さんどうですか、たった 2% の減税で30年苦しんできた皆さんの生活、人生変わりますか。お勤めになっている会社経営良くなりますか。ならないんですよ、全然話にならないんですよ。今これだけ日本人が、国民が苦しんでる、これだけお勤め先の会社の経営が厳しい、そんな中で減税をしようと、大胆な減税をしようと思えない政党からの候補者なんですよ。その中で私参政党大森紀明は徹底した減税をまず推していきます。そしてもう一つ、一票入れる上で皆さんに重要視していただきたいのは財源なんですよ。政治家は非常に賢いです。私ももちろん話は上手ですねと言われてしまうかもしれませんけど、政治家は賢くて話上手、そして横文字が多い。聞いている国民の皆さんはだんだん分からなくなってきて、なんとなくそうなんだと思ってしまいます。そんなような話し方をするのがよくある政治家。今日参政党大森紀明は
99% 限りなく横文字は使っておりません。できるだけ難しい話は入るんですけど、例え話を使っていってます。改めましょう。財源、皆さんこれから候補者たちがこの場にも来て演説するんじゃないですか。例えば分かりやすい例え話です。教育の無償化って言うでしょう。給食の無償化って話もよく出ます。無償化無償化に騙されないでくださいね。無償化してもお金はかかってるんです。財源は何ですかと聞いてください。他の候補者たち皆さんいろんな政策を打ち出す中で一言一言、財源はどこですかと問いかけてください。そこでどんな答えを出すかなんです。そこで一票決めてください。皆さん押さえてくださいね。これ大切なところなんです。予算でよく何をやる、例えば教育の無償に対して10兆円かけますとか、何々に対して5兆円かけますとか、予算組の話じゃないんです。予算組じゃなくてそれはどこから出るのって話なんです。例えましょう。お子さんのいるお父さんお母さんに例えましょう。今年間もなく1年終わります。子供たちに、いやー子供たちよく今年頑張ったねと、ご褒美にユニバーサルスタジオ行こうと、わーって喜びます。子供たちはやったーって。でも子供たち、改めてお父さんお母さん、ちょっと質問していい？お金あるって聞かれた時に、お父さんお母さん、お金は今ないよってもし答えたらいけないんですよ。皆さんこの例え話、実は政治に当てはまるんですよ。特に選挙戦はこんな感じ。ものすごい政策いっぱい上げてきます。皆さんなんとなく共感する、やってくれそうって言ってしまうんで一票。でも今大切なのは、皆さん今増税で苦しんでるんですよ。1円たりとも無駄にしてほしくないですよね。その中で政策を連呼したとしても、それは一体どこから出るんですかって問いかけた時に、はっきり言えない候補者、結論は何ですか？増税なんですよ。増税なんです。申し訳ないですけど、自民党、まず自民党の立候補者いろんな政策を打ち出しでしょう。今日も確か元総理大臣の岸田さんもいらっしゃるんじゃないですか。明日は小泉純一郎慎一郎さんいらっしゃるんじゃないですか。いろんな政策を掲げようが、財源は増税って決まってるんです。皆さんはどう思います？いろんな政策を実現してもらったって増税されたらやっていけないですよね皆さん。そしてもう一つ、岸田総理から石破さんまで継承され今言い出しているのが、貯蓄を投資へって言葉も盛んに出てるんですよ。皆さん貯蓄を投資へってどういう意味か知ってますか？投資という言葉が盛んに出たことで個人投資家が増えました。投資家に対しては何もいいことありません。どうぞ自己責任の中で投資活動していただけたら結構。ただ今日皆さんの前でなぜ石破総理、岸田さんが言っていた貯蓄を投資へという話をしているのかというと、ここには深い意味があるんですよ。まずそもそも貯蓄って何でしょうか。皆さんにとって貯蓄って大切ですよね。世界の人はこう言ってますよ。日本人は真面目で勤勉で計画的に貯蓄をしていくって言われてるんですよ。特に今70代80代90代の方々は戦後厳しい状況下の中でもしっかり貯蓄をしてきた世代です。世界に誇る貯蓄を持っているのが今日本なんですよ。その貯蓄に対して日本政府自民党は手をつけ始めてるんです。まとめて言えばですよ、今の政治っていうのは増税と国民の皆さんの貯蓄を当てにした政治を始めてるんです。財源は国民への増税と国民の貯金の切り崩しなんです。そんな自由民主党でいいんでしょうか。そんな自民党からの候補者でいいんでしょうか。そこに一票投じていいんでしょうか。そしてそんな自民党の政治に対して真っ向勝負し、堂々と反対しなければいけない野党第一党である立憲民主党であったり日本維新の会で今何をしてますか。基本路線は一緒なんですよ。基本路線はあくまでも増税なんです。貯蓄を崩してもらう、
緊縮財政と言います。緊縮財政、緊縮財政というのは国民の皆さんに国民の皆さんから財源を生み出して政治をやっていくんです。じゃあ参政党大森典明はどうかというと真逆です。参政党大森典明はまず言いました、減税です。そして財源は何か、増税じゃないし国民の貯金を崩すことじゃない、国債の発行なんです。国債の発行によって大きな財源を生み出していきましょうっていうのが積極財政ともいい、今回参政党大森典明が掲げているものです。ただ皆さんの誤解を解かないと皆さんから賛同を受けられないのは、国債に対する皆さんの認識が借金だって刷り込まれちゃってるんです。特に財務省を中心に国民の皆さんに、国債は借金だよ、いっぱい発行しすぎちゃったよ、一人当たり何千万も借金しょっちゃったよ、だから財源がないから皆さん増税させてください、皆さんの貯蓄を崩させてください、こんな風に情報が蔓延しちゃってるんです。で皆さんは、あ、そっかそっか、国債は借金でもう無理なんだなという認識なんです。ただ今回衆院選で参政党立候補しました大森典明、ありがたくこういう場をいただきました。皆さんに正確な事実を伝えていきます。この日本という国は借金まみれの国ではないんですよ。この日本という国はまだまだ強い国なんです。やっていけるんです。まず皆さんに感謝していただきたいのは、私たちの先人、戦後直後苦しい思いの中この日本を作ってきた70代80代90代の方々のおかげで、世界で一番お金持ちの国はどこですか？日本なんですよ。30年以上世界に純資産を誇るのは日本なんです。皆さんの誤解を解きたい。この日本という国は世界にそれだけ誇れるんです。そしてこの日本は皆さん今日お使いになっている円、お金です。世界に行っても通用するんです。円はどの国行っても、ああ日本の円ですかと、ものすごい価値を感じてくれてるんです。改めて続けますね。皆さん、世界で一番のお金持ち日本、30年以上皆さんが使ってる円、世界でも価値があるんですよ。いまだにこれってね、私たちのじいちゃんばあちゃん、ひいじいちゃん世代の頑張りで、今もなお日本は強いんですよ、健全なんですよ。だからこそなんです。ここで国債の話、国債は表面的には借金なんですよ。でも日本政府が日本銀行に国債を買ってもらうんです。そして期限が来たら新しい国債で入れ替えをしていくことができるんです。借金であり借金でない。そして今言いましたように、日本は世界で一番のお金持ち、円の価値がある。何ができるかというと、今国債の発行ができる国なんです。G7 というね、世界で7つの国が構成しているところでも、カナダに次いで一番優良国が日本なんですよ。皆さんに届いている情報と違うんですよ、真実は。皆さんに届いている情報は借金だらけになっちゃった日本なんです。本当の話は、日本は今も大丈夫、健全なんです、力があるんです。だから今回参政党から立候補しました大森典明が皆さんに伝えるのは、国債を発行していきましょう。国債を発行し財源をたくさん生み出して、まずやることは減税です。徹底した減税、 35% まで落とすことができれば、限りなく皆さんに7割弱手元に残すことができます。そしてその上で国債によって思い切った大胆な 財源をしっかり生み出すことから、本格的に今やらねばならぬ政策を実現していくのが参政党大森典明なんです。一つ、今日商店街ですから挙げさせていただきますと、私が非常に力を入れているのが命に関する政策なんです。何かといえば、命を支えるのは健康であり食です。今この日本という国、例えば給食を無償化するとか、ただ無償無償無償ばっかり飛び交っている世の中ですけど、この日本の食料事情、今危機的状況なんです。こ
この場は東京杉並、杉並の人にとっては農業と言ったらピンとこない。でも今回米不足で悩んだ方いませんかね。お金持ってても米買えなかった、テレビでは不作だったから買えなかったと言っています。とんでもない話です。この日本の政治の勝ち取りを間違えました。この日本はいつしか世界に食料を依存するようになってしまって、農家さんを虐げてきたんです。農家さんを虐げてきたんですよ。そしていつの日かこの日本国内で作る食料が激減してしまったんです。その一つがお米です。お米の生産量が圧倒的少ないんですよ。だからちょっとした不作でも米不足になるんです。改めましょう。私参政党大森紀明は実は国政選挙でありながら、そんなことかって言われてしまうかもしれないけども、食料自給率 100% に向けて現在 38% 倍増しなければいけないと今回訴えてます。その上で農家さんを大々的に支援しなければいけません。この杉並区東京都の方に皆さんに言いたい、もう一つはっきりしていることが出てるんですよ。世界で食糧危機があったら、世界で食糧危機があったら、世界の物流が止まったら、世界で最初に飢餓に瀕したくさんの方が亡くなる都市はどこですかという問いがあります。どこだと思いますか。皆さんどこだと思いますか。東京なんですよ。東京であり杉並の方々はいくらお金を持っていてもスーパーに行っても買えなくなるんですよ。はっきりしてるんです。この東京こそが一番食料危機になります。でも今はなんとか海外からの輸入がなんとかできてるんで、皆さんお金を払えば食べれてます。でも海外が日本に食料を輸出しようとすることを止めてしまったら、数を減らした瞬間一番最初に影響を受けるのが東京。食料に関する物価が異常に高騰するのが東京。そして東京には農家さんが非常に少ない、買いたくても買えない、食べれない、こういう状況がもうすでにはっきりしてるんです。皆さん分かってください。ちょっと歴史的な背景も少し入れちゃうと、戦国時代っていうのありましたよ昔。皆さん豊臣秀吉って知ってますか。豊臣秀吉っていうのは城攻めの名人って言われたんです。何やったかというと、火縄銃とか矢を使ったりとか武器で戦うんじゃなくて兵糧攻めなんです。兵糧攻めっていうのは食べるものをなくせばいいんです。人間っていうのは食べれなくなったら死ぬんですよ。ということは今回衆議院選挙におきまして、他の候補者たちもいろんな政策を打ち出しています。私参政党大森紀明はなぜ食料自給率倍増 100% へ、農家さんを大々的に支援する、補助金をたくさん出さなければいけない、農家さんに利益をしっかり持たせなければいけない、でも農家さんを見ていくと、農家さん、例えば皆さんよく有名なコシヒカリってお米があります。美味しいお米です。でもそのコシヒカリよりも高値で買ってるものがあるんですよ。それはアメリカの米なんです。日本の米よりも何倍も高い値段でアメリカの米を買ってるんですよ。今日本政府はアメリカであったり外国に対して政治的に負けてるんです。言いなりなんです。日本で作る農作物よりも海外からのものが高い、高値で取引されている。こんな実情もあって日本の農家さんやってらんないよって言ってます。若い人たち農業やりたくないって言ってます。今日本の農家さんの平均年齢は69歳、世界は50代と言われてます。お年寄りの農家さんがなんとか頑張り、今なお世界での生産量なんとか10位を保ってます。しかしいよいよ高齢化した農家さん、いよいよ農業をやめていきます。このまま10年行ってしまったら日本中の農家さん消えてきますよ。いくら皆さんがお金を持っていても食料買いづらくなります。外国に依存することになります。物価はますます上がります。皆さんの生活が苦しくなる。そして税金も下がらず今の状態から増税されたらどうしますか。皆さんはもう生活ができなくなる。
今後の人生歩めなくなっちゃうんです。私参政党大森紀明は、先ほど減税の話をしました、国債の発行の話をしました、大々的な財源を生み出しましょう、皆さんに増税するんではない、皆さんに負担させるんではない、あくまでも国債の発行によって、そして皆さんの食事が海外に依存しすぎている、特に東京は海外から輸入が止まったらすぐにですよ、皆さん食べ物に苦労しますからね、もうそのぐらい東京っていうのはもう分かっているんです。世界で飢餓があったら、世界の物流が止まったら、一番最初に飢餓でたくさんの人が亡くなる都市は東京って今言われてるんですよ。だからこそ参政党大森紀明は、この命に関して、健康に関して、食に関してやらなければいけないのは、とても 原点、非常に単純明快、食料自給率の倍増 100% の実現、そして農家さんを大々的に支援していく、そして皆さんに、特にお子さんいるお母さん、よく分かる話ですよ、子供のために毎日スーパーマーケットで美味しいものを作ってあげたいって思って買い物してると思うんです。できるだけ子供たちに、子供たちの健康のために、元気のために、食材を皆さん選んでると思います。その上でです、今輸入物に頼っている状況、添加物がいっぱい入ってる、農薬がいっぱい入ってる、なかなか買いづらいものばっかりが揃ってます。それが日本の食料自給率が倍増され 100% に近づけば近づくほど、日本の国産物っていうのは農薬は非常に少ない、そして添加物も少ない、これからどんどんそうなってきますから、国産物、地物を当たり前のように、戦前の日本人と同じように当たり前のように食卓で食べることができたら、日本人っていうのは、皆さんご先祖いますよね、じいちゃんばあちゃんばーって、例えばみんなの日本人、何食べてきました？お米食べてきましたよ。日本国産地物食べて私たち命つないでるんですよ。だから皆さんの食が変わると、皆さんの自己免疫力上がってきます。そして私の実体験、参政党大森紀明です。参政党大森紀明は23の時に血液性のがん、悪性リンパ腫になってます。抗がん剤いっぱい打ってるんですよ。がん患者だったんです。自己免疫力最悪です。自殺も考えました。退院して5年ぐらい苦労しました。でも今日衆院選で参政党から公認で大森紀明出ております。今日4回目の街頭演説、全く疲れ知らずにやらせていただいてます。なぜですか？自己免疫力が高いんですよ。皆さんの自己免疫力が格段に上がると、全く人生観変わってきます。全く人生観変わってきます。当然のごとく病院に行く機会も減るでしょう、薬を飲む機会も減るでしょう。自己免疫力が上がるってことは、皆さんの生きがいが変わる、そして医療費にお金をかけなくなる。政治的に見るならば、国家予算で一番お金使ってるのは医療費なんですよ。その医療費を削減できる、削減できるということは、とんでもないお金が改めて国民の皆さんの財源としてたくさん使えるようになるんですよ。だからこそなんです、その大元たる食料自給率を倍増 100% に向けていくという意味が大変重要なんです。そしてその上で、たくさんの財源を、国債によってもそうです、自己免疫力を上げ、医療費を削減し、さらに財源を増やしていく、その財源をもとに何ができますか？今日は短い中での話で、あと10分弱ですけども、今日たくさんの子どもたちがいるので、子どもたちを対象にした話で終わりにしますが、じゃあこれからの日本って誰が作るんですか？これからの日本で生活、人生をより長く歩む人たちって誰ですかって問いかけたら、私の50代じゃないんですよ、子どもたちなんですよ、若者なんですよ。今日この瞬間にも杉並でおぎゃーと生まれてきた赤ちゃんがいるはずなんです。赤ちゃんは人生100年って言われてるんです。これからこの日本、杉並で100年生きていく子どもたちがいっぱいいるんです。じゃあ子どもたちのために、若者たちのために、惜しまず財源を当てていかなければいけないんですよね。それが国債の発行で大いに財源を生み出せる、
皆さんの自己免疫力が上がることで医療費を削減し財源を生み出すことができる。それを元手に子どもに対する投資ができるんです。じゃあ例えば金銭的な話をするならば、参政党大森紀明として皆さんに言えることは、例えば奨学金、今奨学金の返済で苦しんでいる若者が多い。当たり前のように奨学金の返済をする必要がないという仕組みに変わります。給食の無償化も当たり前、教育の無償化も当たり前、そういうふうに変わっていくことができるんです。そして何といっても今の子どもたちは戦後から長く続く教育の仕組みをそのままその中で学んでたらダメです。私は経営コンサルタントやってますから、一つお父さんお母さんに聞いていただきたいことは、私はいろんな会社行って人事担当の方とお会いするんです。人事の方言ってますよ、新卒を採用するときだけは、新卒を採用するときは今もなおまだ学歴は重視してますと言ってました。ただですよ、今の世の中は全員がっていうぐらい転職する時代なんですよ。転職で採用するときは学歴は見ないと言ってましたよ。学歴はどうでもいい、まず大事なのは人間性だと言ってました。人間性をまず見た上で、その上でその方に何ができるのかというところを見てるそうです。改めて皆さん、今人事課の話をしましたけども、お仕事されてる方に聞きたいんです。お仕事されてる方、今一番の悩みは何ですか？お仕事されてる方、一番の悩み何ですか？お給料ですか？仕事の内容ですか？多分間違いなく大半の方々は人間関係です。私は経営コンサルタントで一番相談に乗ってるのは人間関係なんです。じゃあなんで人間関係に悩む日本人なんですか？これは戦後79年経ちました。日本が79年前に大東亜戦争でアメリカに負けて、アメリカに降伏して、アメリカが教育法というものに手をつけたんです。日本という国は小さな島国なのに、どんな時も独立国として今までやってきたんですよ。アメリカとしてはね、日本に勝ったことで日本を徹底的に支配していきたい。だからこそなんで日本人ってこんなすごいんだって調べたんです。どんだけ教育を受けてるんだって調べました。結果どんなことが出たか、なんとあのアメリカよりも日本人の教育水準は上だったんですよ。アメリカはびっくりしたんです。だからだなと。じゃあどんな教育水準が高かったか、それは人間性が高いんだってことなんです。皆さん誇りを持ってくださいね。こんな小さな島国がアジアで一番東の日本がこれだけ発展してきたって何ですか？賢かったからですか？頭が良かったからですか？違うんですよ、根本ですよ。根本は人間性、人格形成なんです。戦前というのは戦前のじいちゃんばあちゃんたちが常に言っていたこと、どんな職業に就こうが、どんな役職に就こうが、どんだけお金持ちだろうが、そこで人間を判断してはいけないよって言ってるおじいちゃんおばあちゃん多かったんですよ。大事なのは総理大臣だろうが何だろうが人間性なんだってことです。だから戦前の日本っていうのは、特に江戸時代は寺子屋教育を一生懸命やってましたけども、まず一人一人の子どもたちの人間性をどれだけ高めていけるか、そもそも何のために人生があるのか、命は何のためにあるのか、家族は何のためにあるのか、地域とは何のためにあるのか、この日本は何のためにあるのか、徹底した在り方教育っていうのをしっかりやってるんです。そして日本はいろんな人たちが人生歩んできてます。ご先祖もそうです。過去のご先祖、過去の先人たちの生き方を学ぶ教育も一生懸命やってました。先人を学ぶということはいいこともしている、悪いこともしているんです。いい悪い含めて人間っていうのはどうやって人生歩んでいくのかをいろんな先人をもとに学んでいたんです。そして寺子屋教育が代表的ですけど、分からない人がいれば分かる人が教える、常に
一方的な教育を受けるんじゃない、みんなね話し合いながら学びながら、みんなね自分たちの人間性を高め、そして個々のそれぞれの素質才能っていうものを重視し、一人一人が自分にはこういうことができる、自分にはこういうことができる、こういう世界で頑張りたいっていうものを発見していただき、それに見合った教育環境経験を積んでもらえるような教育上の仕組みっていうのが実は昔やったんですよ。それが全部敗戦直後根こそぎ消えました。今の教育は未だに型にはまった教育、型にはまった枠の中に全員子どもたち入れられちゃいます。そして悲しいかな、通信簿閉鎖地で評価される、通信簿が悪ければあなたはダメ、あなたは落語者と言われてしまいます。こんな教育、もちろん633教育でより成長していった方々もいっぱいいたかもしれない、でも今の子どもたちどうですか、とても素直に反応しています。今自殺する人も多いです、不登校になっている子も多いです、引きこもりになっている子も多いです。なぜですか、子どもたちが 弱いんですか、子供はだらしないな根性ないなんて言いますか、違うんですよ、今の子供たちの方が純粋に反応しています。不登校になる子、いろいろ話を聞いてみると、学校が嫌いというのよりも学校で学んでる内容合わないんですよ、合わないんですよ、でもその子に合った教育環境は他にあるんですよ。そういう場に行くと熱心に学ぶんです。今参政党衆議院議員候補大森紀明がチラシにも書いてます、フリースクールもどんどんやりたいと思っています。そしてただフリースクールはまだフリースクールで、皆さんが例えば履歴書には何々小学校卒業、何々中学校卒業、何々高校卒業と履歴に書きますよね。まだフリースクールはそこまで認知されてない。でもこれからはいわゆる633教育上の環境以外にもっといろんな教育環境を作って、それが堂々と社会に認められる、そういう位置づけに確立されていくための教育改革というのも必要なんです。私参政党森紀明は約1時間お話してきました。細かいいろんな話はできません。ただまず根本にあるのは、まず皆さんが長期的に苦しんできた、そしてこれからも苦しむかもしれない、その根本的な原因は何かといったら、皆さんの税負担率が 45%、 これじゃダメなんですよ。減税です、 10% 減税。そしてあくまでも皆さんに対して負担のないようにやるためには、国債の発行、国債を発行し、たくさんの財政財源を生み出し、そして皆さんの命、食と健康面に大胆に財源を与え、自己免疫力を上げてもらって、医療費も削減し、さらに財源を膨らまして、そして未来の日本を支えていく、日本を作っていく可能性だらけの子どもたち、若者たちへの投資を惜しみなくしていく、今お話ししました通りです。それ以外にもいろんな分野に思い切った投資ができるんです。今この衆院選挙におきまして順番があるんですよ。いきなりあれもこれもやろうっていうのは、まず根本的なもの、足腰のところから政治をやらなければいけないということなんです。ぜひ皆さん、参政党、参政党大森紀明です。この杉並区で立候補いたしました大森紀明です。そして私は参政党、参政党に所属している大森です。皆さん、いよいよ日曜日投票日を迎えます。期日前投票も迎えております。皆さんにとっての一票、この30年大変厳しい状況下の中でいろんなことが政治上も起こっております。でも全ては皆さんの一票から変わり出していきます。ぜひまず何といっても参政党、比例に関しては比例の一枚には参政党、比例は参政党とぜひ記入していただき、一票投じてください。そして4人の立候補者が出ている中で、参政党から大森紀明が今立候補しております。ぜひ大森紀明、大森紀明に皆さん一票、一票、何卒何卒よろしくお願いいたします。私参政党大森紀明、参政党大森紀明、比例は参政党、比例は参政党、
何卒よろしくお願いいたします。本日は皆さんお休みの中、お買い物であったりいろんなところ行かれる中で目の前ご通行されている方、マイクを使って申し訳ございませんでした。大変うるさい1時間だったと思います。衆議院選挙の時期だけ何卒ご了承ください。本日は改めまして参政党の大森典明より街頭演説をさせていただきました。以上をもちまして参政党衆議院候補大森典明からの街頭演説を終わりたいと思います。皆様今日一日まだお時間がたっぷりありますので、秋晴れの素敵な一日ですので、皆さんにとって良き一日にしていただけたらと思います。皆さん本日はありがとうございました。参政党の大森典明でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.